大塚ホールディングスの登記場本店が入居する大塚グループ東京ビル大塚ホールディングス株式会社は大塚製薬大塚製薬工場大砲薬品工業をはじめとする大塚グループの持ち株会社である日経平均株価及びトピックスラージ70の構成銘柄の一つ大塚製薬工場が各事業会社を設立した後はグループ会社の 株式の大部分を大塚製薬工場が所有していた。またその後は各社が相互に株式を持ち合うような時期もあった。しかし2008年になりグループとしての経営を強化するため主要なグループ各社を同社の参加に収めることで持ち株会社制を取るようになった。2010年12月15日には東京証券取引所。 1> 第1部に上場。2012年時点での日本の医薬品企業での売上高は4位、世界の医薬品企業の売上高順位では20位である。武田薬品工業、アステラス製薬、第1三強英材共、エーザイとともに国内5大医薬品メーカーの一つである。グループ共通の理念は、おつか、People Creating New Products for Better, Health Worldwide, コーポレートシンボルは2007年6月から導入されている大塚製薬のコーポレートシンボルを継承している。ふとじは主要事業会社大塚 HD の大株主である大塚エステート株式会社、大塚アセット株式会社は大塚家の資産管理会社のためグループ会社には含まれない。また、アース製薬株式会社は 完全子会社として株式会社バスクリーンや白ゲアース株式会社を参加に持っているが、これら2社については、当社のグループ会社としてはカウントされていない。大阪本社大阪ビル、大阪府大阪市中央区を手通に所在する。設計は、日建設計、思考は竹中工務店、2014年2月竣工外面は鋭角を頂点とする三角形が、 ダイアゴナルに配置され、セットバックされた北側は、白地のタイルがわずかなデコボコの影を連続して生み出している。企業内保育所の低層三角屋根、ね、南側からの直線との組み合わせ等も評価され、第35回大阪都市警官建築賞審査員特別賞を受賞した。ありがとうございます。